ヒ質 RNA が結合したミニマルヘアピンリボザイムの二次構造。丸は個々のヌクレオチド、線は典型的なワトソンクリック型の塩基体を表しているヘアピンリボザイムはリボザイムとして作用する RNA の小さな断片である。ハンマーヘッドリボザイムと同様植物ウイルスの RNA サテライトに存在する。タバコリン定ウイルスのサテライト RNA の マイナス差で最初に同定された。自己切断と結合反応を触媒し、ローリングサークル型のウイルス複製による産物を直鎖状、または感上のサテライト RNA 分子へとプロセッシングする。ヘアピンリボザイムは RNA のプロセッシング反応を触媒する RNA モチーフであり、自身が埋め込まれているサテライト RNA 分子を複製するために必要、不可欠である。 この反応は自己プロセッシング反応であり、分子は自身の構造の組み替えを行う。切断反応と末端結合反応はどちらもリボザイムモチーフによって媒介され、相互互換的な直鎖状と環状のサテライト RNA 分子の混合物が形成される。この反応はローリングサークル型の複製によって形成された巨大な多量体 RNA 分子のプロセッシングに、 重要である。複製サイクルの最終段階において、巨大な中間体は、単位腸の分子へとプロセッシングされた後ウイルスへと詰め込まれ、他の細胞へ運ばれて、そこで、さらなる複製が行われる。ヘアピンリボザイムの天然三次構造へのホールディング。リボザイムの配列は、灰色、気質の配列は、赤色で示されている。切断トライゲーション部位は、 ヌクレオチド A-1 と G プラス1の間である。ループ A と B 内の重要な配列が示されており、黒いドットはヌクレオチド間のヒワトソンクリック型相互作用を示している。二つの触媒ヌクレオチドは緑色で反応部位で G プラス1とワトソンクリック型塩基体を形成する重要なヌクレオチド C25 は青色で示されている。 天然のヘアピンリボザイムは3つの配列で同定されているだけである。分子のより詳細な実験的解析を行うために人工的に改変したより小さなヘアピンリボザイムが開発されている。こうした改変は自己プロセッシング分子から無関係な部分を除去し RNA プロセッシング反応に必須な部分のみを取り出すために一般的に用いられる手法である。この過程によって 約50ヌクレオチドからなる最小触媒ドメインと14ヌクレオチドの基質が同定された。こうした人工的配列を用いることで複数の基質分子の切断を触媒することができるトランスに作用するリボザイムが開発された。こうした人工的改変によって酵素の解析に生科学的手法を用いることができるようになり、 リボザイム機質複合体の必須の構造要素が同定され、病原性ウイルスの複製の防止や、個々の遺伝子の機能の研究など、生物医学分野への応用が可能な、改変リボザイムの開発が行われた。他のいくつかのリボザイムや、タンパク質性、リボヌクレアーゼと同様、ヘアピンリボザイムの切断反応は、末端側に、酸環状ン酸とゴヒドロキシル元となった。 RNA 断片を作り出す。ライゲーション反応は単に切断の逆反応である、ようであり、また和に、酸状リン酸とゴヒドロキシル元の RNA 断片が共有結合によって連結されて、通常の3マイナス5ホスホジエステル結合が形成される。複数のリボザイムでの反応の研究により、一部のタンパク質性構想やリボザイムとは異なり、 触媒機構は RNA 分子自身の作用によるものであり、金属イオンによって媒介されるものではないことが解明されている。切断活性は Mg2 が CO63 で置換された場合でも観察される。溶液中では CO3 は NH3 と非常に強固に結合しているため、NH3 は解離することがなく、そのためプロトン化されることはない。このことは、 金属によって触媒される、プロトン転移や r n a a の直接的な配囲は存在せず、ホールディングのみに金属が必要であることを示唆している。さらに、リボザイム、マイナス阻害剤の複合体や、繊維状態を模倣した状態の結晶構造からは、立体構造上 A-1 と G プラス1は離され、A-1 の尿は切断される、リン酸結合に対して一直線に、 嗅覚攻撃を行えるよう配置されていることが示されている。さらに、G8、A38、A9 は、A-1 の二王の脱プロトン化、リン酸の五肺型酸素の不電化形成の安定化、G プラス1の5オーリな付きのプロトン化によって、触媒に関与していることが示唆されている。ヘアピンリボザイムの立体構造、ミニマルヘアピンリボザイム機質複合体は、二つの ドメインを含む二次構造へとホールディングする。各ドメインは、塩基体を形成した二つの短いヘリックスが、インターナルループによって隔てられた構成となっている。ドメイン A には、基質とリボザイムの主要な基質認識領域が含まれる。ドメイン B は、より大きく、リボザイムの主要な触媒要素が含まれる。二つのドメインは、ヘリックス2とヘリックス3をつなぐ。 ホスホジエステル結合によって共有結合的に連結されている。触媒反応が起こるためには、これらのドメインが互いに相互作用することが必要である。ミニマルリボイ無機質複合体が低イオン強度条件でフォールディングした場合、二つのドメインは互いにスタッキングし、ヘアピンに似た不活性な伸びた構造を形成する。触媒反応が起こるためには、 二つドメインが互いに平行に並んだペーパークリップに似たホールディングを行う必要がある。様々な文献では、この RNA に対し、ペーパークリップリボザイム、またはヘアピンリボザイムのいずれかの名称が付けられている。前者の名称の方がより正確であることが示されているにもかかわらず、後者の名称の方が一般的に受け入れられている。 実験的には2つのドメイン間の機能的、相互作用はカチオンの負荷によって促進され、その静電化は負に帯電した RNA 主債の静電的反発を克服するのに十分である。天然のヘアピンリボザイムにおいては、2つのドメインの結合は金属イオンの結合と2つの負荷的なヘリカルドメインの存在との組み合わせによって補助される。これらの負荷的ドメインは、 ミニマルリボザイムには存在しないが、適切な三次元的ホールディングを促進する機能がある。これらのドメインは、ヘリックス2とヘリックス3にスタッキングし、4、ウェーヘリカルジャンクションと呼ばれる構造を形成することで2つの機能的ドメインの結合を促進する。ヘアピンリボザイムの構造と活性は広範囲にわたる、双方的な実験手法によって研究がなされており、 ヌクレオチドの痴漢、肝能元の痴漢、コンビナトリアルセレクション、蛍光分光法、佳境、NMR、X 線結晶構造解析といった手法が用いられている。オリゴヌクレオチド合成による断片の自己集合によって機能的な複合体を形成することができるため、天然の RNA には存在しない様々な種類の就職ヌクレオチドを取り込むことが可能であり、 研究は促進された。こうした実験の結果、ヘアピンリボザイムがどのように気質を結合し、特定の三次元構造へホールディングし、反応を触媒し、反応産物を放出するか、といった触媒サイクルの非常に正確な像が得られた。ヘアピンリボザイムは、他の RNA 分子標的を切断できるように改変されている。 ヘアピンリボザイムの気質特異性の大部分はヘリックス1 2内での単純なワトソンクリック型塩基体形成によるものであるためこうした改変が可能となっている。ヘアピンリボザイムの治療目的での開発で特に関心が持たれている領域としては病原性ウイルスの複製の防止が挙げられる。 抗ウイルス活性を持つリボザイムが作成され、哺乳類、細胞内での発現が行われており、様々な改変型リボザイムが、発現細胞に、HIV-1、HBV、シンドビスウイルスの感染に対する耐性を付与する、ことが示されている。ありがとうございます。